ても連絡いただけます。フィリピンいらっしゃる方がそうなんですね。スペイン系っていうフィリピン人がいるんだけども、これは嘘なんでしょうかと。あと日系とスペイン系どっちが多いですかとかですね。あとハーフ、スペイン系のハーフとかクォーターと出会いますということなんですけども、スペイン系はですね、当然ヨーロッパのスペインの血が入ってますので、色が白いとかですね、もう顔の形で分かります。で、嘘言ってる人も結構多いです。まあ本当にスペインの血が全く入ってないっていう方がむしろ、まあ300年ねスペインに支配されたフィリピンなので少ないかもしれないんですけども、もう薄まってしまってスペイン系って呼べないぐらいの人がスペイン系だと。でハーフとかクォーターって言ってる人もいるぐらいで、嘘っていうのは結構あるんですね。まあ顔形見れば分かります。まあ別にそれを全面的に否定する必要もないかなと思います。まあそうなんだぐらいにですね、相手がプライド持ってるところに対して別に、立てつく必要もないので、まあ、話のネタとして流せばいいのかなというふうには思います。まあスペイン系今増えてるのは日系とかですね、あと韓国系、中国系がやっぱり増えてる。